はい、どうもオッス、オラ悟空ですということで、どうも悟空ですということで、今回もカード開封していきます。はい、で今日は6月25日日曜日の3時54分です。はい、ということでカード開封をしていきましょう。ごめん、これ1個だけ、ドドン、ドラゴンボールの1000円オリパー、これを1個だけになっちゃいます。はい、ごめん、買ってねえわこれしか。はい、というわけで開けていきましょう。当たりはまあいいのはあったね。はい、では行きましょうか。じゃあ、はい、急に出てくから、はい、プティン、じゃあだけ、プティン、プティンからの、せーの、違うね、ヒットからの、せーの、あー行くよ、じゃあ次かな、僕からの、せーの、あ、じゃない、グレイビー、次っぽい、せーの、おっと、3だけど、あ、これいいの当たってんじゃね、ダメ、UGM? え、シクだよ。しかも、はい、ちょっと、はい、半笑いの悟空。半笑いの3の悟空。はい。やった。これ、どうだろう。わかんねえ。2000円ぐらいにしとこうかな。はい。あ、いいの当たった。しかも、綺麗だよ。白かけマジない。はい。はい、ということで、半笑いの3の悟空、2000円当たりました。よーし。よし、嬉しいな。これは持ってねえ、間違いなく。新しいんじゃねえ、これ違うかな。はい。ということで、ごめん、これしかないんで、カード開封は終わりです。ということで、あ、モンスト、やっとこうか。やりましょう。モンストガチャ引きましょう。で、一回ね、今日引いてもらったら、このコラボキャラの、こいつとこいつは当たったんだよね。はい。で、あとは、この女とキリンジが欲しいんで、10連1回だけ引きましょうか。はい。じゃあ、キリンジとこの女のコラボキャラを狙って、俺このアニメ知らねえんだよな。1回だけね。はい。頼んます。確定は来ない。いくよ、せーの。頼む。キリンジカーの女の方当たってくれ。引いてもらった時はね、演出なしでなんか当たったけど。頼むよ。ああ、出るよね、アルセーヌね。ああ、かっ、はい、爆死かな。アルセーヌはもうね、やばいくらい当たんね。はい、ダメ。なんか自分で引くとダメなんだよ、これな。不思議だな。はい。はい、残念。はい、ということで、まあこんな感じで終わっちゃいますけど。で、昨日、ちょっと、お出かけしまして、まあ一応、俺散歩っていう感じで、一応動画撮ってきたんだけど、まあまた、まあ街の風景に俺がアフレコぶっ込むって感じの、いつも通りのつまんない動画になると思うんだけど、まあダウンロードしたんだけど、今ちょうど終わって、まあもしかしたらワンチャン夜上げるかもしんねえけど、まあつまんない動画なんでね、いつも通り。まあ、つなぎ直し、つなげて、アフレコぶっ込んで動画って感じになりますかね。はい。というわけで、今日は終わりたいと思います。昨日ね、疲れたね。朝早く行って、もう家帰ったらもうバタン球で、タイタニックも見ないで寝ちゃったな。はい。というわけで、あとね、一応これ、もらいました。はい。こうやってね、ありがとう。はい。俺の好きな、プロゲーマーかな。はい。最近見てねえけど。はい。ということで、まあ、アフレコ、ここで撮んなくちゃダメなんだけど。まあ、ちょっとやって、さっきファミマ寄って、クルーラーリングドーナツ8個、これを買ってきたって感じですかね。はい。すっげえ腹減った。昨日から唐揚げ、
くらいしか食ってねえな。はい、というわけで、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録ありがとうございますかな。はい、というわけで、暑いんで、水分補給してね。はい、あと飲酒運転はダメ、悪質な撮り鉄はルール守ってやれよっていうことですかね。はい、まあ一般常識通じないってやつはまあいるけど、うん、まあどうでもどういう風などういう風ななんつうかな育ち方っていうかな、まあ育ってきた環境によるんだろうけど、まあ撮り鉄とか電車取りたいからちょっと非常停止押しちゃおうなんていう、あれ、うーん、ちょっと俺には理解できねえんだけど、はい、でき、まあみんなもできねえと思うけど、押しちゃおうってなるかね、あれ。不思議だよなぁ。押して止めて取っちゃおうってなる？はい、あと、まあいいや、飲酒運転ね。まあ見てるようなアホは多分この動画見てねえと思うけど、まあマジで飲んでるやつはまあ許さねえぞってことで、はい、飲酒運転はダメ、酒飲むないけど飲酒運転はダメですよ、絶対にダメ、絶対です。はい、もうこれは強く言って、でまあ何言ってんだよって思う人が、まあこの動画も5、6回だと思うけど、でここまで見る人も稀だと思うんだけど、まあ誰かのね心に響くなり、まあ見てる人が響いて、でその人が見て、もし周りに飲んでるやつがいたら注意してて、こうなんかこうちっちゃいけどこう広がっていけばいいかなみたいなね、そういうふうに俺はマジで思ってます。はい、まあ自分の大切な人がねって考えれば絶対できねえはずだから。はい、ということで飲酒運転はまあもうちょっとね、ちょっと頭にからしばらくはやろう、しつこくやっていこうかなと思うし、あとガキどもは川ね気をつけてよ、行かないでよ、泳ごうなんて思うなよな。俺はガキの頃川で泳いでたけど、まあ今思うと危なかったなとか思うし、はい、まあ毎回言うけどマジ気をつけてくれやということで、どうもごめん、あ、ごめんじゃねえや、俺でした。またねー。